吉田さん、今日ね、ちょっと今、1時間ほどね、体を動かしてきました。腕立てじゃないですよ。三節棍の練習です。教えてくれる人いないんですけども、テキストもないんですけども、YouTube で三節棍をこうやってね、使ってる人がいるんで、それを何回も再生しながら、こう自分なりにね、頭ぶつけながら、お腹ぶつけながら練習してきました。それは人に見られるの恥ずかしいですから、わざわざ20分ほどね、バイクで走って、スクーターで走ってね、くまモンで、誰もいない山寺に行くわけですよ。山寺でやるんですけども、まあ山寺にね、お前に来てる人がいるんですよ。恥ずかしいからやめてくれって思ったんですけどね、まあしょうがないですね。ということでね、今こういう風な暮らしを送ってますけども、何を隠そう、私ね、いいですか吉野さん、多分ぶっ飛びますよ。私3年で1億ってこと以外に売り上げのことあんまり言わないようにしてるんですけども、その後も結構えげつなくね、お金が増えてるんですよ。売り上げとは言いません、あえてね、ビジネスだけをやってるわけじゃないんで。で、これ私じゃないんですけども、私の塾生さんがいるんですよね。当然いますよね、私に塾生さんって。その塾生さんが2週間前に私にコンタクトを取ってきました。あるコンテンツがあるから、これをなんとかね、久保さん売れるようにしてもらえませんかっていう風なアプローチだったんですよ、ね、でその方は作ったんだけども、全く売り上げなくって、どうしようかって言ってたんですよね。ともなれば久保さん買ってもらえませんかぐらい言ってたんですよ。でそこで私はね、分かったと、任しとけと、ズームライブをしようっていう流れになったんですよ。でそこでズームライブの前に何本かプロモーション動画をこういうの作ってねって口頭で言ったら作ってくるんですよ。音声とあと画像を組み合わせたやつをね、顔出しなしのやつを。でその動画を私が効果的に紹介して、1週間ほど経って、昨日ズームライブやったんですよ。1時間ぴったりのやつ。いくらの売り上げ上がったと思いますこれ。多分吉谷さんアホかって言いますよ。これでこれです。これ桁いくつだと思います。私もねびっくりしましたね。本当かと思いましたね。そうなんですよ、6億円ですよ。6億円この共同作業で昨日までの2週間足らずで売り上げてるんですよ。すごくないですかこれ。どうなってるんだと思いますよね。いやこれが起きるのがこのネットビジネスなんですよね。6億円集まったのこれすごいことだっていうふうにその塾生さん言ってましたけども、それはすごいことだよって言って私も思いましたよ。さすがに私もね、この短期間で、だって2週間足らずですよ。2週間足らずでその人が温めておいたものが私の集客力っていうかね、媒体力でこれだけの売り上げ取るんですよ。いやすごくないですか。で昨日のズームライブは45人参加しました。もちろん45人の中で新たなる、まあ、契約者って出るでしょうということを考えたら、ちょっとすごいなと思いましたね。でちょっと負けないでほしいのは、私40歳からネットビジネス始めて、それまで麻雀しかやってこなかった人生ですね。麻雀打ちってどうですか、パチンカーとかね、バカにするでしょやっぱり。まあバカにしないまでも、ちょっとね、うちの娘はやれんなみたいな感じでしょ。だって麻雀やってる自分自身が、いやこんな生活じゃ絶対に家庭とか将来とかないじゃんと思うわけですよ。その日暮らしで、しかも借金だらけ。私40歳の誕生日に借金3000数百万ですからね。私が認識していたのは2800万ですけども、後で計算したら3500万ぐらいあったわけですよ、その時点で。いや怖くないですかそれ。すでにその頃私はもうね、いくら誰に借金があるのか分かんない状態で、もう放置ですよ。督促が来たの全部ゴミ箱、それから個人で借りたやつはもうね、いやもらったと思ってるからね、お金を貸すってことはあげたと思って貸さなきゃぐらい言ってたわけですよ。ひどいやつですよね私もね。ちなみに私のお金の借り方って、個人間ではこういう借り方するんですよ。多分お金返せることが分かんないけども、いくら出せる、花紙じゃ受け取んないよみたいな言い方ですよ。だからなくても100万できれば300万っていう言い方なんですよ。でもし手元になかったら借金して俺にそれを預けてくれ、出してくれっていうわけですよ。返す約束はできないけどもどうだって感じなんですよね。これが何を意味するかっていうと、私のことをね信頼できずに100万200万出せないんだったら、ここでもう人間関係終わりましょうっていう話なんですよ。でも久保さんなら何とかしてくれるかも、何ともならなくても、まあ久保さんに払うんだったら痛いけども痛くないやっていう風にね、私の人間性を買ってくださった方はやっぱりね、現ナマを出してくれるんですよね。かなり私乱暴なお金の借り方ですけども、そういうのでずっと借りてきて、で返すわけもない、利息も何とも言ってない、で40歳まで誰一人に返してないんですよ。でそっからですよ、ネットビジネス始めてググググっとね売り上げ出して、もうすごい速度で返しましたよね。
はい30万50万はい100万みたいな感じでね、どか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 返しながらですよね、そこからはね。で、3年間で1億円っていうのはもう当然突破したわけですけども、うん、まあ帳簿上はねそうだったんですけども、現金の流れとしては手元にある10万の束が1日ごとに誰かの手に返っていくみたいな感じですよね。それこそなんていうの、銀行強盗みたいな感じですよね。札束がこう行ったり来たりみたいなね。で、私は財布に4000円ぐらいしか入ってないみたいなね。そんな感じでした。うん。まあなんかドラマチックで面白かったですね。今はキャッシュレス決済ばっかりで、ペイペイばっかり払いばっかりなんで、現金を使うことあんまりないんですけども、それでもね、今日久々に、あるね、暗号通貨決済したんですよ。結構大きな金額を決済しました。何年越しとかで持ってたんで、今日決断して、ね、ドカーンと決済したんですけども、なんか感慨深いものありましたね。なんか長い間連れ添った恋人と別れるみたいな感じです。もちろん、その暗号通貨ね、あれが現金化されて、バンバン剤ではあるんですけども、だからなんとなくこれから、この暗号通貨の銘柄のチャートを見ることはないんだなと思ったら、毎日見てますからね、4年近く。これがもう、ないんだっていう感じですよね。うん、まあでもね、よかった。私が考えてたよりも大きな利益になって、確か購入価格の5倍ぐらいで決済できてるんですよ。で、しかもその他の通貨まだ何種類かあって、もすでに大幅な含み益出してますからね。だからこういうふうに私はお金を稼ぐものが、単純なビジネスとかアフィリエイトから、だんだんコンテンツビジネスとかからね、お金でお金を潤むマネーゲームの方に移ってきた。まあそのマネーゲームになってきたんですよね。うん、だからこのビジネスの楽しさっていうのを今でも忘れないように、たまにセールスをかけたりね、少なくとも年に1回は速稼塾を売ることにしてるんですけども、まあ、それでもね、お申し込みは日々あるんですよ。本当に今でも毎日とはいかないんですけども、3日と空けずに速稼塾のお問い合わせがあって、私はそれにワントゥーワンで返信動画を送って、ある人は買い、ある人は買わずって感じで進んできてますけども、速稼塾の塾生さんはね、順調に今でも増えていて、本当にありがたいなと思ってます。で、その中で私の放送の影響でね、暗号通貨買う方とか体のエーダーを買う方って結構多いんですよ。うん、だそういった意味でも、まあ、私がこう言うことのね、影響力も確かにあるんでしょうけども、あんまり影響されないでくださいっていう放送も私はね、片っぽではしないといけないかなと思うんですよ。要するに最終的に誰がどう言ったとか、どこに書いてあったってことも込みで、全部自分の決断でやるわけですからね。これがサラリーマン思考だと、あいつが言ったから騙されたとかね、ここに書いてあったのにおかしいとかね、契約が変更になってるぞとかね、うん、何が起きてもそれに対処するのが自分のビジネス、自分の人生ですからね。それこそ結婚した奥さんがね、急になんか体力なくなっちゃって病気を患ったとかね、それから浮気したとかね、金遣いが荒かったっていう、そういう側面も見せることが大いにあるじゃないですか。で、それに対してもうね、自分がどういうふうな対処をするかって用意しておけばいい話なんですよ。でもそんなことが起きるわけないと、今日の彼女の姿が10年後50年後も続くと思っちゃうから、こんなはずじゃなかったって言ってね、結婚の頃とはなんか全然違ったよねみたいなこと言い出したりとかするわけだけど、違うに決まってるじゃないですか。そんなの、人は日々変化するわけですし、その人を見るこちらの目もね、変化してるわけですから、それずっと同じなわけがないんですよ。これはビジネスでも恋愛でも人生でも全部一緒ですけどね、変化するものにどう対応していくかってことなんですよ。逆に言うと、変化するものに気づけないとか、変化に対応できないから過ぎ去っていくということなんですよね。世の中どんどん変わってきます。昨日もね、いい話をしたんですよ。自分でいい話ってもあれですけども、現金ってあるじゃないですか。お金とかにあるかな、現金ね。私の幼い頃は、この現金は銀行に預けとくと、預金っていうのにね、利息がついたんですよ。数十円とか数百円とかね、利息も結構大きな金額だったと思います、当時は。でも時代が変わって、現金を銀行に預けておいても金利がつかなくなったんですよ。その代わりにどうしたかっていうと、カードないか、どっかカード、カードないですね。よいしょ、これだ。時代が変わってね、クレジットカードがあるじゃないですか。クレジットカードには利息じゃないんだけども、利息に似たような形でポイントってつくようになりましたよね。ポイントをね、カードを使うと。だから銀行に預けておいてもお金が増えることはなくなったんだけども、カードを使うことによってポイントがお金に変わるものとしてつくようになったんですよね。形は変わりましたけども、お金を持つことによって、まさにお金を使うことによって得れる利益っていうのはあるわけですよ。で、今度はキャッシュレス決済の時代になって、今 QR コードで決済するじゃないですか。家にいて通販でもそうですし、お店に行ってこうかざすでもそうですしね。そうなると今度ね、ペイペイをはじめとするキャッシュレス決済ポイントってついたわけですよね。こういうふうに自分が何か経済活動をすると、
あらゆるところに、なんかの、プラスアルファがついてくるっていうルートを選ぶことができるんですよ。でも、今、現金を使う人って何にもないですよ。銀行に預けようが、お店で現金払おうが、何にもない。何にもないのに、それを続けてるでしょっていうのが、今の時代、インターネットや YouTube を使わない人ってことなんですよ。で、これから YouTube やろうとするんですけど、みたいな感じで言ってもね、なんかその、質問のレベルが低すぎて、低いってのは、もう低いのはしょうがないんだけども、今まで人生でいろんなことを経験してきたら、質問の質ってのは変えていかないといけないんですよね。でも、質問の質がちょっと、まあ、悪いのはしょうがない。でもそれは、ここでね、愚痴らせていただくと、質問の質はちょっと低いっていうか、すごい遠回りなんですよ。で、セミナーにしても YouTube にしても、やってみてから、やったけどこうでしたならまだいいんですけども、やる前から、やったら儲かりますかとかね。いやその質問なんかおかしくないですかと。野球やってね、バッターボックスに入ったら打てますかって言ってるのと一緒なんですよ。いや、あなたがバット振らないと。そもそもピッチャーが投げないと。で、ストライクが来た時に振らないと。それで当てないと。当てて押し返す体力がないと。いろんな要素があるわけですよ。バッターボックスに入ったら打てるかって。打てないですよ、あなたが振らないと。要するに動画を撮らないと。ね。しかも当たってから走らないといけないわけでしょ。アウトになっちゃいますよ。YouTube ちょっと作って放置しといたら。アウトですよ、もう。だからそういうことを考えるとね、だから自分と比較するわけじゃないんだけども、私の場合は、セミナーやったらどうこうなんて言わないですよ。最初に自己アフィリエイトを知って、すぐにその日からセミナーの、発信をしてですね、セミナーをやった、完了して売り上げを作った段階で、六本木ヒルズ行って、こうでしたって報告するわけですよね。もっといい方法ないですかっていうふうにそこで聞くわけですよ。ね、もうその時にいただいた評価っていうのは、地方でやるからそれはすごくいいよねとかね、あと会って話すってことを主軸に言えたのはそれ素晴らしいっていう評価をいただいたのを覚えてます。でも結果が出てない人っていうのはああでもないこうでもないって相談するんですけども、実際やったのってやってないわけですよ。六本木ヒルズに集まる人ですらこの温度差があるわけですよね。で、私はネットビジネスすごいなと思うのが、吉谷さんがよく言うんですけども、店舗を作るとどんだけリスクがあるかってことですよ。ふざけんなってくらいリスクありますよ。なんか店舗をやるとか会社をやるとか人を雇うっていうのは、そういうもののためにもう人生を搾取され始める人生なんですよ。で、大半の人がそうですよ。で、私のお店っていうのは平均して1日に10万円の売り上げを立てないととてもじゃないけど運営できないんですよ。でもそんな時期あんまり来なかったです。1日10万円の売り上げっていうと月間で300万ですよ。で、私は仕入れのない商売麻雀店をやってましたから、300万の売り上げがなくてもね、まだなんとか仕入れがないからなんとかやっていけるんですよ。これに仕入れのお金が必要だっていうと、もう完全キャッシュフロー回らないんですよ。でも、私のやっていた本通りのね、広島市中区の本通りでも、飲食店とかは全部毎日仕入れがあるじゃないですか。ロスもあるじゃないですか。人件費もいるじゃないですか。で、チラシも打つでしょ。麻雀店チラシ打てないですから、使えない経費が結構あったんですよ。でも、飲食店っていうのはチラシを打ちながら看板を掛け合いながらね、なんかネオン管チカチカしながらとかって、もう毎日仕入れもあると。食中毒の危機もあると。従業員の衛生管理の教育もしないといけない。で、最近だったらそのコロナ対策でしょ。もうめちゃくちゃですよ。どうやって黒字出すんだって話ですよね。でも商売やるってなったらみんな飲食店やるんですよ。せいぜいバーをやって、なんとかね、キャッシュフローを回すみたいな感じですけども、みんながバーやるわけじゃないですからね。だからね、それに比べると、ジンドゥね、私使ってますけども、全然お金払ったことないんですよ。で、X サーバーとか取ったことありますよ、実は。でも、頻繁にはやんないです。それは、システムを動かすときにやるぐらいで、常時やってるわけじゃないんですよ、吉谷さん。だから私はね、ドメインとかサーバーとかって、じゃあ簡単にできますかって言われたら、いや、あんまりよくわかんないですねって感じですよね。なんとか頑張ったらできるみたいなレベルなんですよ。だから余計に無料のもんだけ使うようになります。無料のもん使い倒して多分、人類から表彰されるぐらい使ってますね。YouTube も、むしゃくちゃ使ってますよね。金も払わずに。だからネットビジネスは金銭的なリスク全くないんで、ネットビジネスやって借金作るなんてどういうセンスしてるんだってことなんですよ。おかしいやろみたいな。いや、塾の代金がとか言うけど、じゃあ速稼塾はどうなんだと。頭金3万だぞ。頭金3万ない人はそれも分割するぞみたいな。だからもう金銭的リスクないのに、自ら、じゃあ速稼塾は3万円で入れたけども、じゃあ浮いた27万どうしようかなと思って変なツールとか買うわけでしょ。やめてくれよと思いますよね。まずは自分でやってみる。発信してみる。そこで、視聴者さんとの関係を作ってみる。それができない方に、どんな高級なツールも、無駄になるだけですからね。じゃあ、どんなツールを使ってるんだと思いますけども、私はツール一切使わないですよ。使ったことないですよ。だって、十分売り上げ立つんだもん。
こんな40過ぎ始めてからね、こんなタイピングで YouTube やって、でも喋ってるだけですよ。それでもちゃんと売り上げ立つわけですよ。ちゃんと自分の思いっていうのは伝わるんですよ。でこの思いがあるところに、視聴者さんとの信頼関係があるところにツールをよいしょってのしたらもっといいと思いますけども、そもそもお客さんとコミュニケーション取れない人にね、どんなツールが役に立つんですかと思いますよね。だからツール売る人も売る人ですよ。売ったら終わりですからね。あなたがやらないのが悪いじゃないですかで終わりますよ。本当その通りですよ。やらない人がどんなね、高級なバットを買ったところで、どんな綺麗なユニフォームを着たところで何ができるんですかと。やらないんだから。マウンドに立たないし、バッターボックスに立たないし、立ったところで振らないし、マウンドに行ったところで投げないわけでしょ。で投げたにしても1球2球じゃないですか。振ったにしても1本2本じゃないですか。いや、そんなんでね、9回裏まで戦えないですよ。私たちの人生はまだね、7回表ぐらいじゃないですか。まだまだこれからできること多いと思いますんで、やりましょうやってことになりますよね。さすがにね、さすがに億万長者合宿ね、誰が億万長者になったんですかって、紛れもなく私ですよ。億万長者合宿から何年経ったかな、何年経ったか忘れましたけども、あそこからさらに1億円できたんじゃないかって感じですよね。だからね、本当になんかね、稼ぎたいと思って集まってきてる人がどこまで稼ぎたいのかなって、そのビジネスを茶化さないでほしいなっていうこともありますね、私はね。で真面目に自分の人生真面目に取り組めば、なんだ、できないことはない、もう陳腐な表現になりますけどもね、やってやれないことはないですよ、本当。いや、はばかりながらね、私は吉谷さんがただ続けるだけでこうなってるわけですよ。じゃあもっと有能な人たちがね、もっと先見の明がある人が、そして私は吉谷さんという前例も見た人がね、なんでうまくいかないんだと思いますよね。私は少なくとも前例は見てないですからね。だからアフィリエイトやったらどうなるとか知らないですからね。誰を目標にするんだってのないですよ。カリキュラムがあってそれを、こなしたってところはありますけども、誰かのようにやったってことはないんですよ。もう自分の手元にあったものを自分なりにやっただけですからね。ただし徹底的にやりましたね。数びっくりするでしょ。 Facebook ライブ4000回超えてやってる人が誰がいるんだって話ですよね。 Facebook ライブやってる人だってせいぜい1ヶ月でやめていきますからね。で結局私しかやってないんで私のところに集まるじゃないですか。で YouTube ライブも何年になるかな、もう YouTube ライブをやって毎日やってますからね。 YouTube ライブもその上で YouTube のコンテンツ提供してるわけですよ。それこそ10本なんて少ねえなみたいな勢いでやってますからね。もう鼻くそですよ、 YouTube 上げるの。なんかすごい愚痴みたいになっちゃった。井戸端会議みたいな放送ですね、今回ね。しかも長いという。まあこの辺にしときましょうか。あ、そうだそうだ。ヌンチャク来ましたよ、私。今日。ヌンチャク。嬉しいな。吉谷さん、最近私はね、ほんとカンフーにまた目覚めてね、出ないけど、出ない、袋から。いろいろとね、もう、型もやるし、武器も買うですよ。これヌンチャク、コンバーターって言って、こうですね。あれ、やっぱ安物だな、これ。まあいいですよ、これまた今度ね、やりましょうね。